しないかな。取るよ。どう、もうおっしゃる。どう。うん。うん。引き締まったね。筋肉なくなったね。うん。なんか薄くなったね、体が。79キロないの。へえ。入社って。ダイエットで。肩の筋肉なくなった。うん。でもあまり重いのトレーニングできないもんね。ね、ところであの上のジャンバーはどうしたの？いつも着てるの。ああ、さっきツナ缶のいつも着てるの。ユニフォームだったのに。こうサンドイッチに挟んでこう食べると思ったら、うんうん、ツナから汁がボトボトと落ちてそう。で洗濯しちゃった。腕の筋力がなくなったのかな。でそのバーバリーの袋は何？あ、これ、うん、あれなんか具合悪いからいつでも入院できるように入院セットを。そうなんだ。ほらタオルとかシャツとか、うん、おむつまで入ってる。うん、あ、この前買ったやつね、病院で。ほんでこれ荷物リストを買う。なるほど、うん、あとこれ荷物リストの分に詰めていけば、うん、いつでも行ける。うん、大丈夫だよ、そんなに入院しないよ。ちゃんと入れたらしい。退院したばかりだから入院なんかしないって。ちゃんとティッシュも入ってるし。ペーパータオルも入ってる。準備万端なんだね。あとこれチェックしたやつも入れていけば大丈夫、うん、でも救急車はこれから入れる時間ないよね。動けなくなったら救急車運ばれるから。うん、ね、でもそのまま持ってきますって言えばいいじゃん。うん、これ持って行ってきた後、まあ、保険証とお薬手帳はあるんでどうしてもやるけどね。うん、あとスマホとスマホの充電器じゃないと、ね、そうだね。うん、絶対できない。でもこの前はさ、充電器も一緒に持ってたじゃん、救急車で。うん、こっちは OK だ、こっちのやつを持ってくる。うん、ね、なるほど。あれだからさ、なんか具合悪くたまに言うこのまま救急車が動かなかった時があるからさ。うん、そんなにピンピンしてるんだから来ないよ。あ、そう。うん、まあ日本だからいいけどフィリピンだったらどうしようかね。うん、もうおしまいだね、手遅れ。仕方がないね。ね、まあ向こうで死ぬのもいいかなって感じだね。うん、副上司してね。確かに。死ぬなら副上司だね。うん、バカじゃないの。あ、汚いの映っちゃった。フィリピンのレックスだし、うん、お気に入りだもんね。フィリピンのレックスだね。どうなんだ、うん、体調悪いよね。こうやって副助手した方が一番いいね。まあ夢がないとね。じゃあそういうことで、うん、副助手でした、はい。